今日は3位ですけれども、はい、おめでとうですか、悔しい。全然嬉しくないです。いやでも、あってみればなんですけど、結構僅差で争ってたみたいで、でも本当1人で、僕1人ですごい今日悪いと思ってたんで、本当に調子が良くなかったんで、その悪い中での2位争いと3位っていうのは、今の救いです。調子悪かったというのは、はい、何かミスが多かったですよね。ピアノ選択ミスだったり、ラインの選択ミスだったりが、ね、どっちか一個のセクションでその間違って、次のセクションではそれが取り戻せればよかったけど、全部ワンラップ目悪い方、悪い方出ちゃったんで、ツーラップ目からね、ちょっとギアの選択とかもまた改めてやったら、なんだ、最初からこっちでやればよかったっていうパターンがいくつもあったので、残念です。まあ、結果あと1点差で、はい、の3位ということでしたけど、はいはい、悔しいです。絶対嬉しくないです。じゃあ次はぜひ、はい、笑顔でお願いします、はい、お疲れ様でした、はい。